すいません、もうみんなね、寝てるんで、静かにね、やっていこうと思うんですけど、おとといですね、おととい、鹿島選手と2号の選手の、中国の一戦を終えてというところで、で、まあ、勝利したカシメロが、ドネアとモンスターとカシメロの3強に、よる、バンタム級、4団体統一を目指すと。で、対するも、リゴンドが、引退はしないと。で、自分はファイターだから戦っていくというところで、現役図を置こうと。うん、で、まあ、おとといですね、カシメロ選手が勝ったわけなんですけど、これね、視聴者の方がね、おっしゃってましたけど、鹿島選手とリゴンド選手が、戦って、で、あれ戦い方の感じを見ると、鹿島選手が上がってきてくれて、確かに、ドネアとモンスターは、どうしたんじゃないかなと、自分も思いましたね。うん、まあ、あれだとね、モンスターもね、解説でおっしゃってましたけど、あのリゴンドの戦いで、もしリゴンドにポイントが流れてる場合は、まあ、対策がね、必要になりますねと、うん、まあ、ただでさえ対策が必要な上にあの戦い方でポイントが入るっていう風になっちゃうと、うん、まあ、もうちょっとね手も足も出ないっていうところだと思うんですよ正直。で、まあちょっとややこしいなと、うん、言ったところで、カシメロが来てくれて、うん、まあ良かったのかなと、モンスターとねにとっては。で、まあ、そのリゴンドですけど、うん、まあ、今後ね、これも先ほど師匠さんも、ね、おっしゃってましたけど、うん、まあ、再起するにしても、うん、まあ、すぐね、決定戦か何かで、うん、チャンピオンは、まあ、なれますよね、うん、ただ、あのね試合で、試合がね、つまんないっていうところで試合がねランキングが上位につけてない場合はね、どうなるかわからないですけど、うん、まあ、でも普通にチャンピオンですよね、うん、レベルが、うん、まあ、今後見たいカードとしまして皆さんどういったカードを見たいですかね、うん、まあ、自分も考えたんですけど、これね、昨日視聴者もおっしゃってましたけど、スーパーフライ級リゴンドを見たいですね、うん、スーパーフライ級のリゴンド面白いと思いますよ、タレントが育ってますし、で、ね、やっぱりね、パンチをこうねもらうと、うん、で、その時の体のダメージっていうのもね、うん、やっぱバンタム、スーパーバンタムよりやっぱスーパーバンフライの方がなんかいいのかなっていう気はしましたね、体にはね、うん、で、タレントも育ってるというところで、カードも、たくさんねあるのではないかなと、日本の井岡選手やロマボンレストランとかの対戦を見てみたいですよね、うん、で逆に、元々のスーパーバンタムに上げるというのであればぜひね MJ とか、うん、アフマダリウフとかをあのボクシングで、うん、ちょっとこうね、翻弄するっていうところも見てみたいですね、まあ、リゴンドル選手自身はね、まあ、インタビューによるとあの戦い方をね、変えるつもりはなさそうなんで、でもずっとあれできてるって言ってたんで、なんで、もうちょっとねアグレッシブな感じが出つつのあの戦い方ってところですよね、うん、改善っていうところで取れば、うん、ただリゴンドル選手はね、別に攻め破れたとか思ってなかったみたいなんで何もさせなかったと、鹿島選手っていうところなんでね、うん、まあ自分も見てて、うん、難しかったですけど、リゴンドね、わずかなポイントで勝ったかなとかね思ったんですけど、うん、まあ、もし再起をするのであれば、まあ、スーパーフライで逆3階級制覇とかっていうのもねちょっと見てみたい景色かなというふうに思いましたね、はい、まあ、なのでね皆さんもね、ぜひコメントがあれば、お願いします。はい。